誰かの真似をしてまで愛されようとするなんてバカみたい。よくわかんないんだよね、人を好きになるって。逃げてきたか。そばにいてほしいなと思っただけです。俺は一手を尊敬してる。よかったらご飯に行かない？あなたに愛されなくてもちゃんと好きな人に愛される人間になりますから。本当の愛ってこういうことじゃないんだよね、きっと。やっぱり私は異性を好きになれないのかな。カリスマですから。どっす。